があるんじゃの。おそうじゃ。あ、なるほどな。なるほど、皆様方実は日ごまるからとっておきのお知らせがございます。これ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 、実はですね、熊本城では熊本春のお城祭りが間もなく開催予定でございます。3月の23日から4月の7日まで、今桜がねもうぼちぼち咲き始めてる頃でございまして、桜を見ながらお祭りを楽しめる。こんにちは、小矢部市より参りました。小矢部市のシンボルキャラクターのベルギューくんとベルモモちゃんです。こんにちは、ゆみしから参りました、ゆみしのイメージキャラクター聖画忍者花火くんです。ゆみしの生まれで、ゆみにはたくさんの怪物くんやあのモブロックゾの像とかも展示してありますので、ぜひ見て漫画も楽しみにいただけたらと思います。参りました、加賀藩に大藩主前田利長公の利長くんです。頑張って、高岡市を一生懸命アピールしようと日々頑張ってます。また応援よろしくお願いします。岐阜県和之内町より参りました川端くんです。和之内町とは文字通り和獣の中にある町です。和之内の中にはパーキングスポットやウォーキングなど桜の綺麗なところがたくさんございます。川端もろこは非常に貴重な淡水魚で町を挙げて保護に努めております。とは多少異なりますが、川端くんをモチーフにしたキャラクターです。その名もズバリ川端くんです。から来ました。お前犬の瀬戸くんとトマちゃん、今日はトマちゃんだけが来ています。宇香川神社の入り口で、お前犬、皆さんを幸せにしてお守りするトマちゃんです。とってもお天場ですが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そして群馬県参りました。こちら、皆さんにも使って右手群馬県のマスコットキャラクターどんなちゃんと、みなかみ町のマスコットキャラクターおいでちゃんです。よろしくお願いします。黄色いキクリン、こちらは越前市のキャラクターです。はい、これの花ですね。そしてそのすぐ後ろ見えますか、赤い大きいの、こちらが越前町の越前カニ太郎です。はい、こちらね、みんな2人とも、福井県のキャラクターです。何だろう、せっかくだからその華麗な足さばきを見せてあげてくださいよ、皆さんに。ぜひ、あー、大丈夫かな。はい、短めで、え、そんだけ富山県砺波市から参りました、砺波市のシンボルキャラクターチューリくんです。本日は届きていないんですが、チューリくんにはリップちゃんという妹もいます。来月23日より開幕します、砺波チューリップシェアでは、チューリくんとリップちゃんも会場でお待ちしていますので、皆さんチューリくんとリップちゃんに会いに来てくださいね。長野県の家の人気の小町からやってまいりました。小町には雪菜が6歳いるんですけども、その中で今日は吉中くんとお医者に来てもらいました。長野県信州木曽、木曽川の最上流源流の里であります木曽村から参りました。元気くんはその名の通り源流の源を使った元気くんなんですけれども、木曽川の水がですね、いつまでもきれいに流れることを願っている8月30日生まれの乙女座、とってもロマンチックな、元気な男の子です。トカニャンです。トカニャンは渚町に伝わる防寒着渚猫を PR しています。皆さんぜひ渚町に遊びに来てください。はい、ありがとうございます。矢が刺さってるからな。なるほど、なんか、ああ、失礼した。もう全国都市ロックカフェアというものは、全国持ち回りで開催されている花と緑の祭典のことです。鳥取県では初めての開催となりまして、